皆さんこんにちは。昭島市から参りました中神熊野神社獅子舞保存会です。今子供たちが棒を回していますが、これは棒使いといい、獅子舞を狂う前に場を清めるため行っています。着物を着た女の子たちは、ささらすりという木の杖を表現しています。中神の獅子舞は、450年以上前から継承され、現在、獅子舞保存会のメンバーは、小学3年生から84歳まで在籍しています。そんな中神獅子舞は、毎年4月の第3、土曜、日曜日に、春祈祷の儀として奉納を行っています。しかし、ここ3年はコロナウイルスの影響で開催が難しい状況が続いています。開催することができましたら、皆様ぜひお越しください。中神獅子舞には12通りあり、この時間は竿係という演目を行います。13時30分から行われます第2部では、縁係という演目を披露させていただきますので、ぜひ第2部にもお越しください。
が輪になって何か話し合っているようですね。一体何を相談しているのでしょうか。話し合っているうちに眠ってしまいました。これを獅子舞では眠りと言う。この歌は子守歌の役目をしています。
眠りから覚め、また何か話し合いを始めたようです。たちに負けじと竹竿で村に入らせないようにしています。大頭がどこからが破りやすいかを探っていますね。どうやら狙う場所を決めたようです。なかなか突破するのは難しいようです。次は目獅子が挑みます。
目獅子も竹竿を破ることはできませんでした。次は中頭が向かいました。ここで獅子たちは3匹力を合わせて挑むことにしたよ。
3人で挑みましたが、今回は村人たちが追い払うことに成功し、獅子たちは諦めて山へ帰ってしまいました。突破することができず、獅子舞たちは悔しがっているようです。中頭、目獅子と説明しましたが、この3匹は見た目で区別することができるんです。大頭は角がねじれており、中頭は角がまっすぐに伸びています。そして目獅子には角が生えていません。もしもっとじっくり確認したい方がいらっしゃいましたら、13時30分から行われる第2部にもぜひお越しください。中上熊野神社獅子舞保存会でした。ありがとうございました。